浜表又助浜表又助は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。楠山から浜面に改正したが、後楠山に復した。和歌山県出身。楠山木次郎の三男として生まれる。後に当時の和歌山の有力家系であった浜面家の養子となる。浜面家は旧氏族で金銭的な成功を勝ち得ていた西川や、 小林家の縁石であった。小林家は当時の和歌山市街を走る路面電車を起こし、西川家はそこに出資していた。ちなみに小林家は西川家の次男の家系であり、浜面家には西川家の長女が嫁ぎ、その娘に小林家から養子が入って生まれた娘とまたは結婚し、一時浜面家を継ぐも後に離縁し、く山やに戻っている。 特に中学校、陸軍幼年学校を経て、1893年7月、陸軍士官学校を卒業。翌年3月、不評少位に任官し、不評第8連隊付けとなる。この F 不評第4連隊付け、陸軍富山学校教官などを経て、1900年12月、陸軍大学校を卒業。1901年6月、参謀本部出資となり、参謀本部員。 新幹出張、第十二師団参謀不評、第二十連隊大隊長などを歴任し、1904年11月、不評調査に昇進。1906年4月、参謀本部付けとなり、1908年12月、不評中佐に進級し、参謀本部員に就任。1909年8月、不評第八連隊付けとなり、大阪連隊区司令官を経て、 1912年12月、不評大佐に昇進。1913年8月、不評第45連隊長に就任し、参謀本部課長を経て、1917年8月、陸軍少将に進級し不評、第21旅団長となった。1918年7月、関東都督府参謀長に就任し、シベリア出兵時は関東軍参謀長及び、 ハルビン特務機関長を歴任し、支援を行った、調作人の顧問であったこともあるという、1922年8月、陸軍中将に進む、同年11月、第三師団長に親保された、1923年3月、予備役に編入、ありがとうございます。